皆さんこんばんは。ご紹介預かりました大阪維新の会の幹事長、大阪府議会議員の横山秀幸と申します。淀川区という町で大阪府議会議員を3期務めてまいりました。先ほど丹野さんからご紹介いただきました通り、昨年末に大阪維新の会の中でですね、大阪市長選挙の予備選挙を行いまして、そこで岡崎太志さんとバシバシと戦いまして、最終候補者として選んでいただきました。2ヶ月間本当に大阪市内今走り回っております。市内面積は小さいんですけどもね、大阪市内は本当に広くて、ね、24の行政区がありまして、それぞれ地域の課題もバラバラです。各地に伺っていろんな方の声を聞いているこの2ヶ月間でございます。4月9日の投票日に向けまして、また全力で走り回ってまいりたいと思います。でタウンミーティングということで、今日は主催は谷さんですかね、各議員が今主催でタウンミーティングしておりまして、安倍ノックのメンバーちょっとだけ、統一地方選挙は市議選、府議選もありますので、ちょっとだけご説明しますと、この沖田府議、僕は当選は同期、2011年に同期で当選しまして、年も近いものですから、よく一緒に、公私ともにですね、お世話になってまいりました。で、政策通でございます。活動もさることながら、やっぱり弁護士のご経歴も生かして、本当に政策通の議員です。で、共済会があるんですけど、愛妻家ですね。すごいこうご家庭のことを本当にこう大事にされてて、それは僕も感じまして、そういうところがすごく共感を持てる大好きな動機でございます。谷さん、もう面談の時からすごい実直で真摯な人柄を感じておりまして、面談の時もですね、いろんな方面談するんですけど、すごく政策通でいらっしゃるなというのを思いまして、維新の改革今もずっと見続けてきていただいて、そして今回この3人区で2人目手を挙げていただくという大変厳しい選挙です。共に頑張ってまいりましょう。丹野さん、今回ご優待ということで、本当にもう悔しいというか残念なんですけども、ここまで共に改革を進めてきて、真面目に見えてですね、すごくこうユーモアにあふれてまして、裏ではずっと冗談しか言えないような人でしてね、でも僕は改革を支えてきてくれた最前線で、中心となって支えてきてくれたメンバーです。こういった形で安倍ノックのメンバーはですね、本当に維新結成の時からずっと中心で、今も中心でですね、支えてきてくれたメンバーです。市長選、知事選もさることながら、府議会、市議会での過半数というのを極めて重要です。どうかですね、この各候補者も皆様のお支えいただいて、統一地方選挙に向かっていきたいと、全力で向かっていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。各会場でタウンミーティング伺ってまして、会場で同じ話だけしてもちょっと僕もどうかなと思いますので、政治を目指したきっかけといいますか、ちゃんと財源を生み出していかないといけない。12年間大阪維新の会は2つ、行財政改革と成長戦略、これでですね、大きく大阪の税収を確保してきました。行財政改革、まずは府と市がバラバラ、大阪の府のことはもう府でやってよ、市役所は知らんよ、もうここから越えたら府でやってね、大阪府もそうです。もう市内のことは市でやってよ。淀川左岸線だって、安治川、尻無川、神崎川、防災工事だって、これ市でやってよ。今度は大阪府なんか1円も出さないんです。これではですね、もし大阪地域に何かあった時にダメージを受けるのは大阪全体なんです。大阪全体のことを考えると、まずは大阪地域と大阪府がしっかり成長戦略を一にして、長きにわたって安定した街を作っていかないといけない。この思いで、都市一体化の成長戦略を続けてきました。そして、二重行政の解消とともに、もう一つのキーワードは官民連携です。何でもかんでもお役所でやるんじゃなくて、天下り団体で抱えたりですね、何でもかんでも役所でやるんじゃなくて、民間さんでできることは民間でやろうよ。天王寺公園、大きく生まれ変わることができました。あれもですね、なかなかこう、治安的にも難しい地域もありました。だけど今は非常にこう開かれた公園になっています。あるいは民間さんがですね、土地をこう使って、にぎわいのある町づくりというのを公園づくりをやってくれています。すると役人が考えるよりですね、やっぱりすごくこう楽しいワクワクしたようなアイデアを出してくれるんですね。今ではあれ賃料という形で大阪市に税収が入ってきています。こういった形で、府市連携、そして官民連携で大きく成長戦略を描いてきた。こうやって税収を確保していく。もう一つが行財政改革です。僕が入った時に、大阪府庁の職員に入った時は知事に、橋本徹さんが知事になりました。その時にですね、もう大阪府庁の中のこうパンドラの箱といいますか、まあみんなが目を背けたくなるようなことを全部蓋を開けてですね、これちゃんとしようよというのをやってくれました。
そして徹底して全部の事業を見直して適正配置をして、財政再建の道筋をつけてくれました。結果今大阪府も大阪市も借金を大きく減らして、大阪市でいうと一番あった時から、臨済債というのを除いてですね、1兆6000億円程度、借金を減らしています。ルート借金を減らしながら増税することなく税収を増やしていく。松井市長から発表もありました。この成長戦略をもとに今回の大阪市の税収バブル期を含めて過去最高の税収となります。こういった形で成長戦略と官民連携と行財政改革、緊張感を持って役所の成長を進めることで安定した税収をずっと続けることができるんです。安定した税収が入ると安定した行政サービスを進めることができる。この改革の奇跡がこの12年間でございました。ひとえに皆様にお支えいただいてこの10年間進めてきたこの改革を、次は行政サービス拡充のステージに入ってきます。今、僕らの先ビジョンが描けなくなってしまいます。だからこそ知事は、吉村知事が今戦いを進めています。私は大阪市長選に、今立候補表明をしています。何分知名度がありません。相手候補の方もですね、大阪市長選狙いを定めて他の政党も市長選には出さずですね、維新対反維新という構造になっています。大変危ない選挙だからこそ、投票日まで向けてですね、全力で市内走り回って訴えを広げていきたいと思います。12年間皆様にお支えいただいたこの改革の流れ、必ず次の世代に引き継いでいくことをお誓い申し上げました。今日の私のお話とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。